ただの外道じゃねえ。仁義を通さない極道には潰れてもらう。片桐さんにはもったいないと思うな。圭介にとっての兄貴の仇は奴が裏切りによって作り上げた坂東組そのものなんだ。坂井組はシャブをさばいてると聞いた。俺にその手伝いをさせてくれないか。あんた一体何たくらんの。あいつは何たくらんだよ。正義感じゃない。動機は俺と同じ。復讐だよ。きっちり2000万かき集めてこい。なれ。お前は組は一つ潰したんだ。おめえ本当に片桐か。今ここで決めろ。俺の憎しみはあんたの憎しみほど純粋じゃない。最後ぐらい極道らしくけじめをつけてみろ。